ドラクエ6のキャラ育成といえば転職システムが有名だが、忘れてはいけないのが仲間モンスターシステム。前作のドラクエ5の方が圧倒的に有名だったり、人間キャラだけで十分に戦えたり、リメイク版でスライムスカウトというシステムにとって変わられたため、少し印象が薄いかもしれないが、スーファミのオリジナル版ではしっかりと仲間モンスターシステムが採用されている。ドラクエ6ではドランゴを除くと、全部で18種類のモンスターが仲間になるが、中には全然使い物にならないやつもいる。そこで今回は、マジで使えない仲間モンスターとして、7体ほどピックアップしランク付けしてみた。選考基準はステータスや加入難易度、レベルアップで覚える習得特技などだ。こいつの方が無能だろ?みたいな意見があれば、コメント欄で教えてほしいぜ。今回は使えない仲間モンスターね。どんなモンスターがいるのかしら。第7位はトビーだぜ。まずはトビーね。トビーってあの魔法の世界にもいたわね。それはドビーだな。失礼しましたわ。これはボストロールのニックネームのようね。そういうことだぜ。ボストロールが仲間になった時の名前だな。それでボストロールはどこが使えないのかしら。ボストロールの巨大な体から想像しやすいと思うが、こいつは肉体派のモンスター。最大 HP や力身の守りが伸びる一方で、素早さや最大 MP はほとんど伸びないんだ。素早さに至ってはレベル99まで育てても60止まりというありさまだぜ。そんなに遅いのね。見た目からしても動きがトロイようだわ。名前もトロールだから使えない感じだな。そこまで言ったらトロールさんがかわいそうよ。またトビーが登場するのは天魔の塔で、直前でテリーが仲間になったばかり。ということはドランゴも加入したばかりというタイミングだ。これによって出番がなくなるって感じかしら?そうだな。トビーとドランゴは両方とも加入時のレベルは5なので、ステータスを比較すると、ボストロールの強みである力と最大 HP はやや上回っているものの、それ以外はドランゴの勝ち。耐性もドランゴの方に分があり、装備品も全く一緒なんだ。それはかなり微妙な立ち位置ね。トビーはドランゴの介護官と言っても良さそうだわ。そうだな。しかもドランゴは最初からドラゴンの職についているので、トビーはドランゴの介護官と言わざるを得ないぜ。職業での差もあったのね。何かいいところはないのかしら?ドランゴの介護官とはいえ、今回のランキングでは最も下の7位なので良い点も挙げてみるぜ。お願いするわ。長所はやはりレベル99まで育てると、最大 HP は950、身の守りは200まで伸びるというタフさだろう。ふむふむ。ただ気になるのは耐性面で、攻撃呪文やブレス攻撃はほぼ素通り。そこを補うためにははぐれメタルの職に就くのがおすすめだ。はぐれメタルの職業はどんなものかしら?はぐれメタルをマスターすれば最大 HP が100プラスされるし、すべての呪文と域攻撃が無効となるんだ。またレベル20で仁王立ちを覚えるので壁役としての相性は抜群だ。なるほどだわ。攻撃面は捨てて壁役に徹するのが良さそうね。そうだな。頭を使わず突っ立ってればいいぜ。ちょっと言い方が悪いわよ。ただはぐれメタルになるためには、はぐれの悟りというかなり貴重なアイテムが必要。そんな貴重なアイテムをこいつに使うかどうかというのは別問題として、はぐれメタルになれば壁役として十分に活躍が期待できるぜ。そうすればトビーを救うこともできるのね。これはプレイヤーによって意見が分かれそうだわ。第6位はメッキーだぜ。次はキメイラのメッキーね。このモンスターの弱点は何かしら？経験値がたくさんいるということだぜ。人間キャラをはじめ、仲間モンスターもレベルを99まで上げるために必要な経験値はそれぞれ違う。メッキーをレベル99まで上げるには、なんと1029万もの経験値がいるんだ。これはランプの魔王に次いで2番目に高いぜ。数字からしてとんでもない必要経験値量だけど、これはモンスター何匹分くらいなのよ。霊夢が100万匹分くらいだな。私はモンスターじゃないわよ。しかも経験値どんだけ低いのよ。はぐれメタルの経験値を約1万として考えると、1029匹と気が遠くなる数字だぜ。確かにはぐれメタルが1000匹くらいなら、私が100万匹でもおかしくないわね。成長するのは遅いけどステータスは悪くないのかしら?ストーリー中盤で仲間になるメッキーは、ストーリークリア時点でのレベルはレベル40に届くかどうかといったところ、この時点での最大 HP はたったの180しかない。ちなみに主人公がレベル40の時の最大 HP は約330だぜ。そんなに HP が低いのね。これは戦闘じゃ全く活躍できないわね。
さらに身の守りも63と低く撃たれ弱いんだ。え、まだあるの？装備品の種類も乏しく貧弱で、防具でうまく補うこともできないんだぜ。確かに色系、キャド系、バギ系に耐性があったり、攻撃の回避率が高いという一面もあるが、さすがにこれでは使い勝手が悪すぎるな。これはかなり弱そうだけど、これで6位なのね。他のモンスターたちはどんな性能をしているのかしら。第5位はロッキーだぜ。第5位は爆弾岩のロッキーね。この仲間はどこが弱いのかしら？ロッキーは防御がとても弱いんだ。え？岩でできているのに？かなり脆い岩なんでしょうね。そうだな。ロッキーの弱さに驚きだぜ。ロッキーは前作のドラクエ5でも仲間モンスターだったが、力と最大 HP が高い戦士タイプという点では変わりない。耐性もメラ系、キラ系、イオ系の呪文ダメージを6割カットしてくれたり、炎や吹雪などのブレスダメージ、岩石系を2割ほど軽減してくれる。このあたりは全く問題がなさそうだわ。ただ防御が致命的のようね。そうだな。身の守りが低いため打撃攻撃には滅法弱いんだ。前作では装備できる防具の種類が多いなど恵まれていた部分があったが、今作では装備グループが変更、ファーラットやキメイラと同じになったため、装備できる防具がかなり減ってしまったぜ。前作でも防御が弱かったけど、装備面でさらに弱体化されてしまったようね。その他にもあるのかしら？先ほどのメッキーと同じく、大量の経験値が必要なんだ。ふむふむ、仲間モンスターは人間キャラのように必ずしもレベルが99まで上がるわけではない。ロッキーもその中の一人で最大レベルは30となっている。あら、そういう仕様だったのね。最大30ならすぐにレベルが上がりそうな気はするけど、そういうわけでもないんだな。レベルを30まで上げるのに必要な経験値を、主人公のレベルで換算するとレベル62。これはかなり時間がかかりそうね。それにもかかわらず、力と最大 HP 以外のステータスはほとんど上がらないため、出番はほぼないんだぜ。あの防御は悲しくなるわね。ただレベル25になるとメガザルを覚えるので、踊り子に転職してマホトラ踊りを習得すれば、MP を回復しながら延々とメガザルを唱えさせる、メガザル奴隷が誕生するぜ。もうやめて、ロッキーのライフはゼロよ。第4位はジミーだぜ。お次は泥人形のジミーさんね。これは見た目から弱そうだわ。見た目からしてジミーだな。マリ様で悪口を言ったらジミーさんがかわいそうよ。それでジミーはどんなステータスなのかしら？ジミーは最大 HP が高い一方で、身の守りと素早さが低く、伸びにくいのが特徴。レベル99になっても身の守りは50、素早さは80程度にしか届かない。こいつと同じような性能を持つ仲間モンスターが腐った死体だ。腐った死体と比べて物足りないといった感じかしら？そうだな。成長のスピードが遅く、腐った死体の介護官のような感じなのが否めない。レベル99まで育てればステータスで上回るものもあるが、腐った死体はレベル50が最大なので当然といえば当然。というか超えてもらわないと困るぐらいだ。レベル99まで上げてやっと同格って感じなのね。それは困っちゃうわ。仲間になりにくいというのもデメリットの一つ。腐った死体が32分の1なのに、こいつは2倍の64分の1だ。夢見の洞窟周辺や洗礼の祠あたりに出現するが、遭遇する確率がやや低いというのも気になるところ。わざわざ仲間にするために行く必要もなさそうね。何か役立つシーンはないのかしら？装備できる武器や防具が多いので、ベストドレッサーコンテストで、モンスター限定のレベル7に出場させるという案もなくはないが、同じものが装備できて4分の1で仲間になる、スーパーテンツクがいるんだ。代わりはいくらでもいるんだぜ。それ怖い上司が言うセリフだわ。でもあえて低加入率の泥人形を狙う必要はなさそうね。これは代わりがたくさんいて厳しいキャラだったわ。第3位はモコモンだぜ。第3位はファーラットのモコモンね。可愛い名前をしているわ。この仲間モンスターはどんな特徴をしているのかしら？公式ガイドブックには、平均的なステータスの中でかっこよさがやや高くなっている、と書かれているんだぜ。この見た目でかっこよさが高いのね。実際にはかっこよさだけがギリ平均レベルでその他は平均以下、といったところ。モコモンの中ではかっこよさがやや高いだけということなのね。耐性を見ると補助系は、ほぼ強耐性なので使えるのかと思いきや、攻撃呪文やブレスなどのダメージ系は全て素通り、ステータスの低さもあってかなり打たれ弱くなっているぜ。ステータスの弱さを何かでカバーする方法はないのかしら？その耐性を装備品などでカバーできれば良いのだが、ロッキーと同様に装備できるのも貧弱なものばかりだ。これは戦闘で活躍するのは難しそうだわ。戦闘には向かないものの、かっこよさだけはトップクラスにぐんぐん成長していくので、ベストドレッサーコンテストの専用要員として使いたいところだ。おお、
それなら活躍できそうだわ。ただ装備品が貧弱なので、特定の装備を組み合わせることでもらえるコーディネートボーナスが得られず、思うような活躍は期待できないんだぜ。そうなのね。ちょっと期待しちゃったわよ。ファーラットの加入率は8分の1で、ストーリー当初から登場するので、ライフコットあたりで戦っていればすぐに仲間になる。ふむふむ、なので試しに仲間にするというプレイヤーは多いかもしれないが、とりあえず馬車にいて、いずれは馬車からもいなくなるというケースが多いぜ。確かに最初は誰でもいいから仲間にしたくなるわよね。コンテストでちょっと使えるくらいだったわ。第2位はスラリンだぜ。おお、次はスライムのスラリンね。これはザ、初期モンスターだわ。そうだな、最も仲間にしやすい初級モンスターなので、仕方がない部分もあるが、ステータスが低いんだ。実際どのくらいのステータスなのかしら？レベル99まで育てても身の守りは150止まりで、最大 HP も500でストップし、その他のステータスを含め、どれも人間キャラより大きく劣るんだぜ。やっぱりそうよね。もちろん耐性の方も弱いのよね。耐性は先ほどのモコモンと同様に補助系には強いものの、やはりこちらも攻撃呪文やブレスの耐性はペラッペラの神同然。まあドラクエのアイドル枠を獲得しているから、誰も文句は言わないわよ。前作では灼熱炎をはじめ、瞑想ザオラルメダパニスクルトルカナンなど、有能な呪文や特技を習得したが、今作ではレベル99で灼熱を覚えるのみ、転職システムで自由に習得できるとはいえ、この特技の少なさはあまりにもひどい。さすがに一つはかわいそうね。そうだな、スラリンに関しては開発陣にちょっと問い合わせたくなるな。他のモンスターについてもしてあげなさいよ。今作では自分が育てたスライムを戦わせる、スライム格闘場があり、ここを制覇するとルーキーというスライムが仲間に加わる。ふむふむ、ルーキーはスラリンよりステータスが高く、習得する特技や呪文も多い。中でもレベル45まで上げると、輝く息を覚えることができるので、スラリンの肩身は狭いぜ。同種のスライムであるルーキーに圧倒的な力の差を見せつけられるのね。これは確かに肩身が狭そうだわ。栄えある第1位はメルビーだぜ。全く生えてないわよ。こいつは攻撃力が低くて最大 MP が高いという典型的な魔法使いタイプのキャラ。敵の時はバギマ止まりだったバギ系呪文も育てれば、最上位のバギクロスまで習得。またなぜかギラやベギラマといったギラ系呪文まで覚えてくれるぜ。ここまで聞いているとなかなか強そうだけど、どこが弱かったりするのかしら？今作は物理攻撃が優遇され、呪文は恵まれない環境となっており、あまり活躍は期待できないんだ。作品によって変わることは確かにありそうね。ステータスの方はどうなのよ。敵として登場するときは157という高い HP だったのに、仲間になった途端45と激減。この短期間に何があったんだと、怒りよりも逆に心配になるんだぜ。仲間にする前に期待しているだけにめちゃくちゃがっかりするパターンだわ。あのテリーもそんな感じだったわよね。あいつには怒りしか覚えなかったけどな。そこに何の差があるのかしら。他のステータス持ちからは92から35に、身の守りは102から32に減っているが、最大 MP だけはなぜか8から38に増えている。なんで重要なステータスは上がってないのよ。これは微妙な仲間モンスターね。敵の時にはそれなりに強かったので、仲間になってみると弱すぎてがっかりした、という人も多いと思うんだぜ。第1位だから他にもあったりするのかしら？そうだな。こいつは経験値に波があるんだぜ。それはどういうことかしら？レベルアップに必要な経験値は、レベルが高くなるにつれて上がるのが一般的だが、こいつは突如として多くのレベルが要求されるんだ。急に必要経験値が増えるということね。そういうことだぜ。レベル19になるための経験値は24241なのに、レベル20になるには 1.5 倍の37119が必要なんだ。その後レベル29から30に上がるときには、たったの4652に減るが、レベル43から44に上がるには 209,331 という膨大な経験値が必要だぜ。本当にすごい波があるわね。これは育てづらそうだわ。だからといってレベル44になると特技や呪文が覚えられるというわけでもない。これだけ高い理由はマジで謎なんだぜ。仲間にしたらがっかりして、育てようにも経験値がおかしい。これはなかなか使う気が起きないキャラだわ。ということで今回の動画は以上だ。このチャンネルではドラクエに関する面白いネタを今後も投稿していくぜ。チャンネル登録や高評価もよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。